いや、ヒカキンさんからのバトンめっちゃ重い。ということで、どうも、ふうはやです。今回はね、アップデートがテーマっていうことで、10分ごとにマイクラがアップデートされる世界でサバイバルやっていきたいと思います。でね、ルールとしてはなんだけど、なんと今ね、バージョン 1.0 なんだよね。まあ、確かになんかいろんなところが違うよね。まあ、例えばスキンとかね。てな感じで、この次は 1.1 で 1.2 っていう感じで、まあ、10分ごとにね、どんどん上がってくるんだけど、最新のバージョンが 1.18 なんで、まあ、合計180分やるのかな？まあ、てな感じでね、今回は180分以内に目標としてエンダードラゴンを倒していきたいと思います。あれ、ま、ちょっと待って。これさ、なんか前2回押さないと走れないわ。今のね、マインクラフトね、ちょっと便利になりすぎてるんよな。じゃもうとりあえず、木のツール作るか。じゃあ石集めようか。あ？なんか早くね？やっぱ今とはいろんなことが違うな。あ、じゃあ今さ、もしかしてプレミア公開されて、俺なんかこの姿見られてるってこと？あ、ちょっとじゃあもしかしたら、俺のことを初めて見たよっていう方もね、いるかもしんないんで、まあ、一応なんかいつも何してるか、まあ、説明しとくか。まあ、僕はですね、よくサバイバルをしてて、週に3回ぐらいエンドラ倒してます。じゃあちょっと食料とかも取ってこっか。あ、意外と豚もいるね。めっちゃ飛ぶじゃん、お前。あ、これもしかして豚しかいないのかな？あ、石炭がある。いや、まあ、そりゃそうなんだけど。じゃあ、それぞれのバージョンで、軽くね、アップデート内容とか教えとくか。どうやらこの 1.10 では、まあ、ここでエンダードラゴンが追加されたらしい。でね、180分あれば、エンドラ余裕だろって思う人いると思うんだよ。まあ、でもね、今の便利なマイクラとは、いろんなところが違うから、多分ね、かなりギリギリなんじゃないかと思うんだよね。だからね、アップデートも踏まえて、今日は計画的にサバイバルやっていこうかな。いつもの俺こんなこと絶対言わないけどね。さあ、じゃあ焼肉はどれぐらい回復する？うわ、うめえ！やっぱうめえわ！で、今回のサバイバル、10分経つとマジで強制終了するからね。まあ、だから次のバージョンでやることは、事前に考えた方がいいかもな。例えばなんだろう。ダイヤ、1.1! よっしゃ、これでもう肉が焼けたってことで、意外と順調だ。いや、めっちゃ夜。やばい！暗いんだけど！うわ、だからもう先ベッド作っとけばよかっただったら。ちょ、待って、気合で羊さん。あー、やばい、スケルトンとかちゃんといるわ。え、待って、このバージョンのスケルトンってめっちゃジャンプすんの？え、そしてこのバージョンで追加されたのは、まあ、はしごとかフェンスとかのブロックらしいね。これのせいでアスレチックがめんどくさいんだわ。さあ、ということで夜が明けてきました。まあ、これがどういうことかというと、なんと10分間1匹も羊見つけ 1.2! さあ、この 1.2 なんだけど、おっ、すげえ洞窟ある。このバージョンはすごいよ。何がすごいかっていうと、なんと、僕が初めてやったバージョンが 1.2.5 です。いや、でも待って、これ、鉄があるのめちゃくちゃでかくない？早めに集めときたかったから、うわー、やばい。いや、だが、まだこの時代は連打できるから、待って、めっちゃボコされてるけど、俺。痛い。いけ、もういけるはず。よいしょー。やっぱスケルトンはどの時代も強えわ。これは俺の偏見なんだけど、古いバージョンってさ、あんまタイヤなさそうじゃない？よっしゃ、鉄も、もうこれだけあれば、フル装備にツールまでもう作れるんじゃない？え、待って、やばい。また日暮れようとしてない？あ、羊いる！よかった！これで、今日は夜越せるぞ。はい、これで羊も集まったんで、さすがに作れるよな。よーし！これでモブに 1.3。よっしゃね、さっきから結構見つけてたこの砂漠を探索していこうか。っていうのも、なんと 1.3。ピラミッドが追加されました。ピラミッドね、めちゃくちゃチェストいいから、見つけたらでかいな。村？あ、すげえ、ついに初めての村を見つけたぞ。これ、あ、これ鍛冶屋じゃんてか。え、ダイヤあるかな？いきます。はい。うわ、ないけど、まあまあまあ、嬉しいね。え、でもやっぱ昔の村ちょっと寂しいよな。いや、また村あったな。ただ、ピラミッドがマジで全然見つかんない。え、あれ？これも鍛冶屋？これまず頼む。ダイヤ来い、ダイヤ来い、ダイヤ！まあ、鍛冶屋のね、外に、窓二つあるんで、まあ、ちょうどいいからここで、鉄焼いて終わるか。多分今まで中途半端に終わってんだよな。じゃあこれで優雅にタイマーを待つか。3、2、1.5。鉄装備と鉄ツールが作れたね。というか、
いつまで俺この顔なの。でね、 1.4 のアップデなんだけど、なんとここでウィザーが追加されます。いや、まさかここら辺だったとはね。どこ、え、めっちゃ高そうじゃないってか。でもうそろそろダイヤをゲットしに行きたい俺は。じゃあもうこの下どんどん掘っていこう。よし、ここがまあ、本来ならダイヤが一番多い高さだね。であとね、ネザーに早めに行きたいんだよね。っていうのもネザーってアップデートでいろんなバイオームが追加されたんだよ。それでね、めちゃくちゃ要塞見つけにくくなった気がするんよ。だから先に見つけてブレイズロットは確保しときたいね。お、待って、なんか、お、なんかある。やっと洞窟に巡り会えた。これめっちゃダイヤの匂いするぞ。あった、きたー、やっと見つけた。待って、3個以上あってほしい。お願いします。1個2個。あーははー、あるじゃん。あ、見落としてたわ完全に。やった、はい、これで4つゲットしたね。いや、結構かかったよ。でもなんかちょっと難しい気がするわ。ということで時間かかったので 1.6! お、みんな、ピラミッド見つけたぞ。いや、待って、ダイヤめっちゃ欲しいわ。じゃあもう慎重に降りて、よし、これで、ダイヤ来い。火炎耐性4。いや、これ結構いいね。ネザーとかが安全だ。いや、でも待って、ダイヤ来い。ダイヤ来い。いやー、ダメか。よっしゃ、マグマ見つけたんで、これで黒曜石掘って、で、それでネザーの行きと帰りを作りたいね。いや、でもさ、待って。いや、これ、やばい。壊すの長すぎる。え、これだけで終わっちゃうんじゃね？このバージョン。1.7! さ、黒曜石も集めたし、ま、1.7 になったってことで、実はね、結構たまに使うんだよね。あ、そして待って、スキン戻ってる。しかも、この全身を2回押さなくても走れるようになってるから、このバージョンからもう俺なんか、いつも通り多分マイクラできると思うわ。で、じゃあもうブレイズロットゲットしに行こうか。さ、すごくない？いやー、めっちゃ運使ったぞ。要塞来たんだけど、そのまま。なんで、まあ、チェストとかも探しつつ、ブレイズスポナー探していこうか。待って、ブレイズスポナーあったんだけど、俺さっき火炎耐性4手に入れたじゃん。金とこう作れるから、先にこれエンチャントしてもいいな。こう。オッケー。で、まあ、ネザークォーツとかも掘って、だからこれでさすがに経験値足りるでしょう。オッケー、作れた。1.8。よっしゃ、これでブレイズも余裕なんじゃない？一回じゃあ食らってみよう。はい。いや、でも、ちょっとは入るけど、って感じだな。よいしょ、オッケー、10本でいいや。ちょ、思ったより、時間がかかっちゃった。よっしゃ、もうこれで帰っちゃおっか。1.9。よっしゃ、帰ってきたってことで、あとやらなきゃいけないことは、エンダーパールを集めることだね。え、まずね、それが一番大変そう。っていうのと、なんとこのバージョンから、盾が追加されました。いや、これマジで欲しかったわ。いや、盾ってもうマジで強いアイテムだからね。よっしゃ、エンダーパールを集めたいってことで、あえて寝ないで夜にして、俺的には、こういう砂漠とかが一番なんか居やすい気がする。ほら、いるでしょ。今ね、怖いのがこいつ下手したら死ぬ気がするんだよね。怖いって。お、また強いわ、やっぱアップね。よっしゃ、こんな感じでエンダーパール集めてこう。 1.10 かと思ったら素手忘れてたんで 1.11、まあ、てことでまだちょっとエンダーパール集めたいから、こういう洞窟とかで日が昇ってる時はエンダーマンを探そうか。あー、いる2体。え、でもね、3体いる。いや、正直全然いないわ。あー、オッケー、エンパ1個。よいしょ、いけ、落とせ。うん、まあまあまあいいでしょう。ダイヤある。マジか。あ、でもダイヤ2個手に入ったってことは、黒曜石集めればエンチャント台作れるな。びっくりした。よし、これでエンチャントテーブル完成。でね、なんなら先にエンド見つけてもいいまであるわ。これ結構時間かかるからね。 1.12。 どっちだ、こっちか。移動しながらエンダーマンがいたら、こうやって倒して進んでくと。おっと、これもう結構近いな。わー、ここだ。ま、まずはエンドポータルに、どれだけエンダーアイハマってるか見ようか。はい。わー、こういうチェストにもエンパあんのか。そして、あ、なんかめっちゃ本棚あるわ。これ、エンチャントで使えそうだよね。おー、あった。これで2個ハマってるね。ってことは、これを全部はめると、残り4つか。じゃあ、と、エンダーパール4つ集めればエンドに行けると。じゃあ、わかりやすいように、こっからもう真上に出ようか。1.13。
よし、じゃあこれでもうここにあるってもうわかるでしょ、さすがに。じゃあこのバージョンでは次のバージョンにとあるアップデートが来るんで、めちゃくちゃ木を集めるわ。 1.14。 いや、ついにね、来たよ。なんと村のアップデートで、まあ、ゴーレムだったり、まあ、こんな風にあと小麦ブロックがあったりね、いつも通りの便利な村になったね。よかった、ちょうど食料なかったからちょうどいいね。じゃあちょっとゴーレムに挨拶して、あとね、なんと役職も追加されたんだよね。だからこれ置いて、このヤシになると棒32個とエメラルドを交換してくれるんだよね。とりあえず棒をめちゃくちゃエメラルドと交換する。そしたらもうこれで46個も溜まったわでじゃあここに弓もあるから買っちゃおうか。で別のやつにもこう役職つけて、これエメラルド1個で弓16本交換してくれるやついるから、まあじゃあこいつにたくさん弓は交換しちゃおうか。よっしゃ、もうこんなもんでいいかな。1.15。もう夜か。よっしゃ、これでエンチャントしようか。え、ダメージ軽減す、おー、すげーのついた。じゃ、剣もダメージ増加1と。いや、もうこれ、かなり優秀なエンチャントだな。エンダーパールはあと4つゲットしたい。落としてくれるよな。よーし。あ、やばい。2個しか集まってない。1.16。まあ、どうにかなるでしょう。ってことで、この目印に向かおう。よし、着いた。いや、もう2個ぐらいさ、ここら辺にエンダーマンいるでしょう。ちなみにこのバージョンは、なんとね、ネザライトが追加されたんだよね。まあでももう時間的に無理かな。ゲットできないや。いや、てかさ、うすうす思ってたんだけどさ、このサバイバル進めば進むほどさ、やれること減ってくよな。だからせっかくの新バージョンがあんま楽しめてないって、わー、エンダーマンいたね。落とせ。よっしゃ、あと1個、あと1個。いるね。いや、もうこれで落とせばいけるぞ。よいしょ、お、来たー。もうこれでエンドラを早めに倒して、最後にちょっとでも 1.18 の洞窟見れればいいな。よっしゃ、行こう。はい、これでもういけるな。で、弓も射撃ダメージ増加2がついてるから、結構強いはず。1.17。一番怖いのは、吹っ飛ばされた時の落下死だな。よっしゃ、いつも通りもうエンドクリスタル破壊していこう。まあ、弓はめちゃくちゃあるから、結構自由に撃てるね。いいね。はい、はい。よし、もう柵だけだな。ここと、よいしょ、オッケー。もうあと倒すだけだな。あ、これ真ん中来るぞ。あ、でもやっぱダメージも結構入ってるわ。いって、あ、待って、いやー、大丈夫。よっしゃ、もう一応金リング食って、ちょっとじゃあもうめっちゃ弓当てとくわ。あれ、これ真ん中来るわ。てか、あれ、これ終わらない。はい、でもうあとは弓で、やばい、精度が完璧すぎる弓の、あ、えぐい、これ終わる。はい、ラスト。あー、終わんない。あー、終わった。弓の精度やばすぎたな。いやー、終わったな。っていうか、マジで1.18になる前に終わっちゃったんだな。1.18。ってことで、まあ、残った時間をかけて、なんと 1.18 で追加された洞窟に来ることができたね。いやー、よかった、マジで。そしてね、マイクラリレー、次の方は、赤髪のトモさんになります。概要欄に URL 載せてあるんで、ぜひ皆さんそっから飛んでみてください。いや、アップデートだからね、ここまで来ることはできてよかったわ。ってことでね、まあよかったら僕のチャンネルまだ見たことがないよって、あ